このフェリシルダの方はやはりもうこの積極的に攻めながらコンビネーションという形なんでしょうかね。やはりやっぱそうですよね。ジャブを返しました長谷川です。ちょっと膝が崩れました。挑戦者激しい打ち合いになる。ああっと角と腰が崩れた。チャンピオンの左左が伸びる。今度は逆に相打ち。チャンピオン左左のストレートダウンしました。挑戦者フェリシルダカウントが進みます。セブン挑戦者立ち上がりました。今はしかし村田さんいい連打でしたね。そうですね、まず左入りましたね、その連打がですね。さあ細かいパンチの連打長谷川、長谷川ラッシュする。さあ決めるか長谷川。挑戦者が下がり始めた。挑戦者の手数が圧倒的に少なくなりました。かなり効いてますねこれ挑戦者ね。効いてますね。あと長谷川左得意の左フック、がっくりと腰をついて倒れた挑戦者フェリシルダ。このラウンド2度目のダウン、ね、3ノックダウン制です。このラウンドにあと1度ダウンを喫しますと挑戦者フェリシルダノックアウト負け。チャンピオン長谷川2度目の防衛となります。さあ狙っているチャンピオン長谷川、長谷川が攻める。細かい連打下がる一方のフェリシルダコーナーに詰めている長谷川。挑戦者ほとんどパンチが出ません。なんとかクリンチで逃れます。目の内側鼻に近い部分に出血が見られます。挑戦者のフェリシルダ今のいいですね、はい、ちょっと聞いてるみたいですね。聞いてますね。完全に下がりました。チャンピオンがさあコーナーに詰めます。ラッシュチャンピオンダウン。挑戦者今日3度目のダウン。レフ止めました、ね、ここで試合を止めました。テクニカルノックアウト。チャンピオン長谷川穂積指名試合見事相手を倒しまして2度目の防衛を果たしました。まだ表情には非常に余裕があります長谷川穂積。早いジャブを使ってます。これ連打に行った長谷川ロープに詰める。左のフックを見せました。今度は右東洋太平洋バンタム級のチャンピオン長谷川穂積左のストレート。今日はノンタイトル戦の10回戦。あとボディこれが効きました。ちょっと嫌そうな表情を見せました。ボディ効いてますよ。まあ、しかし場内もこれ一発一発のパンチに湧くというよりもほうという感じでため息まじりに見つめています。さあ長谷川がラッシュをかける。冷たいですね。あと一発右を左に返しました。やはりじわじわと効いてきます。シスフォーダム足の動きがほとんどなくなりました。まあ、足を使う選手ではありませんが完全にもうベタ足のような状況になっています。アッパーから左左のフックまとめたいですね。はい、そろそろ狙いに来ているか長谷川。長谷川左のパンチだ。右左を返す。ボディボディからそして顔面いいボディが出始めました。長谷川らしい攻撃コンビネーション。倒せるか長谷川。第7ラウンド相手も頑張りますね。ボディが入りました。しかしシスフォーダンも非常にタフな選手。さすがにスタミナも切れかけているんですが頑張ります。もうちょっと早いラウンドからボディをすごく狙ってね。いい左です。これはいいガクッときました。さあ動きが止まった。ボディを打つ長谷川穂積。しかしこの第9ラウンドも残り時間ほとんどありません。左のダブル一発いい左が入りました。ここでゴング細かいパンチを見せます。攻め続ける長谷川穂積。ここでラストラウンドのゴングが鳴りました。10ラウンドを戦い抜いての判定ということになります。三者とも100対90、もうフルマークの判定ということになりました。長谷川穂積です。お互いにサウスポーです。13連勝中と波に乗る関西の新鋭長谷川。おっとフックからマリズムいいカウント。顔面を捉えています。長谷川のパンチが取り身を捉えています。左のボディから左ストレート。強烈です。もう最近ではパンチ力もついてきましたね。そうですね、当たってますよ。さあ左にストレート当たった。アッパーからフック。右のボディ右ブツボディからフック。このラウンドちょっとまっすぎですね。まっすぎました。完全に受け取り回っているフロントランストリアミジュン。よ
強襲を打たれました。セレス小林さん、はい、勝者は僅差、まあ、判定ではありますが長谷川ということになりました。いや、花木さんがまりでも本当に笠田ですね、やっぱりですね、ウィルカン普段よりスピード感じられますね。これはビラポン真正面からチャレンジャーのパンチを食う形になりました。ビラポンですね、やっぱりね、出川本人がビラポンの右ははっきり見えますと答えています。そうですか、今日のビラポンの右は見えますよ、となると浜田剛さん、はい、戦前の予想でこの立ち上がり長谷川が抑えてビラポンを焦らせれば勝機があるとという話ですけど、もうビラポン焦ってますからね。あ、そうですか、だから長谷川は予定通りのボッキングできますよ、どちらに転んでもおかしくないわけですね。今でしょ、長谷川打ち勝った方がチャンピオンでした。ビラポンが勝った。ビラポンのエース、ビラポンのエース、ホームランエース、ビラポンが消えている、ビラポンが消えている。さあ、チャンピオン武道館大歓声、そういう決めれば世界チャンピオンになりますよ。はい、セレス小林さん、はい、チャンピオンになる上で一番重要なのは何ですか。やっぱり精神力ですね。さあ、気持ちだ、気持ちだ、ビラポンの挑戦、ボディ引くんじゃなくてですね、ボディ引くんじゃなくて打せてでもいいから、はい、打てもいいですから。さあ、打たれても気にしない、顔面効いてますから、ウィラ千里は神戸ジムの長谷川穂積センター初挑戦は身を結ぶか。残り時間まもなく10秒、武道館が若武者に声援を送ります。ウィラポンが突っ込んでくる、ウィラポンとの壮絶な打ち合いだ、壮絶な打ち合いだ、歴史に残るタイトルマッチが今終了。ビクトリー WBC 世界バンタムウェイニューチャンピオン、長谷川穂積、長谷川穂積がウィラポン中村のプロモーションを下しました。バンタム級最強ウィラポンを下して一つの時代の終焉を告げました。ここから血が流れているというのが、パンチが伸びてますよ、伸びてますか、伸びてますよ、パンチが。さあ、セレス小林さん、はい、これから折り返しのラウンド、まあ、7ラウンドに入っていくわけなんですけれども、はい、ナイス、強烈だ、長谷川体重を全て乗っけた左のストレート。そうです、これが今発揮できているところですよね。そして、ナイスパンチ、貫通だ、ウィラポンに勝ったのは強いですね。さあ、うわー、いけ、これで2度目のダウン、マルチネス2度目のダウン、
そしてこのラウンドまだ1分以上残されています。初防衛戦とは思えないですね。そうですね。さあ、あとは試合が止まるのを期待したい。上下打ち上げ、打ち上げれば。マルチネスが来た。ものすごい競争だ。しかし打ち合う。長谷川打ち合う。マルチネスも来た。来た。完璧な内容でしたね。長谷川 その打ち負けないという姿勢を感じる立ち上がりです。ナイスボディーから危ない、ダブルです。長谷川がコンビネーションブローを見せる。やっぱりね、あの一発一発は上でもいいのか。いきなりナンパ、長谷川ナンパクリヒット。長谷川いいですよ。ナイスボディー、長谷川のいい攻撃が続いている。左から右、長谷川の素晴らしいコンビネーションブロー。いいラップですよね。はい、さあ今度は長谷川のサッパー、サッパー最後のスクラム、サッパーカット。さあウィラポンが下がるか、ウィラポンが下がるか。長谷川が前に出る、長谷川前に出る。こぼった右、やっぱり長谷川の攻撃は。さあ長谷川の攻撃ですね。長谷川の左、そして前に出る左ラッパーカット、そしてフリック。長谷川がじりじりとウィラポンにプレッシャーをかけていきます。ワンツーだ。そして左を返す。第5ラウンドの1分以上時間が残っています。あ、足が止まった。さあウィラポンが出てくる。長谷川が応戦する。リング中央戻った。まあ長谷川のいいところですね、ウィラポンが出てこようとした時に出てこさせないというのがありますね。そうですね、はい。まあ、ですからそのウィラポンのパンチというのも浜田剛さん、はい、単発で終わっていますよね。だからウィラポンで勝負いけないですね、さあ長谷川出る、長谷川出る。左のダブルだ。ナイスパーカット、左のアッパー効いた、左のアッパー効いた。さあ、長谷川1つ出る、長谷川が出る。ウィラポン下がった、ウィラポン下がった。ウィラポン強奪だ。ボディ打ってからボディが、左のアッパーからチャンスをつかんだ長谷川。慌て打ちしないことですよ。今左のスコミしました。さあ左、左を畳みかける。赤コーナー付近、ウィラポンがローポンを背負った。ウィラポンがローポンを背負った。ダブルチャンド、長谷川がラッシュだ。ものすごいラッシュだ。長谷川がラッシュする。そして相手の動きを見ています。ちゃんとボディ打ってから追い返すことですね。クリーンヒット。ウィラポンがのけぞるように交代しました。第6ラウンドですよ。まだ1分あります、このラウンド。その神戸のジムが生んだ初の世界チャンピオン長谷川穂積が地元での凱旋試合、2度目のタイトル防衛戦もいよいよ終盤、残すところあと4ラウンド、第9ラウンドを迎えています。ワンパンチ、ワンパンチ、カウンターで決まった。ウィラポンが倒れた、ウィラポンが倒れた。シェフリーが止めた。第9ラウンド、長谷川穂積ワンパンチノックアウト。見事なワンパンチ KO。 今のタイミングはバッチリだね。なんというパンチ。長谷川2度目のタイトル防衛に成功しました。抜群のタイミングですね。ものは例えました。そのスピードを機関車が一発、長谷川左のアッパー一発ダウンです。尻餅をつきました挑戦者。残り10秒を切りました。第4ラウンド、鈴木さん、今の減点は両者に対して減点ということです。両者に対して減点。終盤です。チャンピオンのパンチが炸裂しました。左のフックを伸ばして右フック。さあロープに詰められた。さあ長谷川打つぞ。長谷川決められた。残り10秒だ。さあどうだ、なんだ、なんだ。チャンピオン挑戦者、最後のエンド。素晴らしいね、素晴らしいね。今最終ラウンドゴングを聞きました。勝者 WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積。チャンピオン長谷川穂積3度目の防衛に成功です。しかし徐々に長谷川がプレッシャーをかけています。赤コーナーを背負っているベシが、さあ中に入る。まあ、今入って、まあ、細かい手打ちのパンチでしたけどね、ああいうふうに、ね、この右のツー入ってからパンチを当てる。ナイスボディ、ナイスボディ。だから、フェイントかけて打たせばいいんですから相手に。今山下トレーナーから先に行けという声も飛びました。
相手を見据えています。あまり今日はフットワークを使ってきませんチャンピオンの長谷川、うん、やりにくさを感じてるんですね今。やりにくさですか、うん、で長谷川が打っていったら打ち返すんですね、うん、このベチカベチカがねその後を狙えばいいんですね、はい、第6ラウンドの残り1分を切りました。右ロック、右相打ち、右相打ちです。今のはゴブですね。チャンピオンの1人ナイスパンチ。今日は左右の拳で人生を大きく変えたいというベチカ。この辺ね、初めてチャンピオンの感情がありますからね、はい、あ狙っている狙っている、両者狙っている。ああ1人1人1人2人の連発、もう1人踏み込む欲しいところですね。あ今右を伸ばしていきましたノーモーションベチカ。2人1人1人今日はフックよりも左のストレートの方が当たるかもしれません長谷川。ストレートはダブルキーですね、残りは20秒かわせるかチャンピオン、ダウン欲しいね、ダウンが欲しいチャンピオン、取りたいですねダウン。さあ残り10秒ダリフリーダリフリー、渾身の力を振り絞る、さあ最後の力を振り絞る、さあ長谷川長谷川、さあ新人王の5人になりました。勝者 WBC 世界バンタム級チャンピオン成功。いいですね、挑戦者もっとスピードもなくて、誰かの右のフック行きました、まあ、今チャンピオンがどんどん出てますけどね、その打ち終わり相手も打ち返してくるんですよね、はい、ドリコレキ要注意ですね。1ラウンドから激しい攻防になっています。飯田さん、これ右から左にスイッチするというのはボクサーとしてはどうなんでしょう、やりにくさってあるんでしょうか。まあ、今も2ラウンド目、スイッチしたところで長谷川チャンピオン、チャンピオン1人を救う。世界チャンピオンになりたい一心で16年間頑張ってきたマルドロット。さあチャンピオンの長谷川パンチを出す、アッパー、飯田さん、はい、チャンピオンが乗ってきましたね。そうですね、やっとこのラウンドからペース出てきましたね、はい、第6ラウンド、あっと右1人当てていきますチャンピオン、2人右ナイスチャンピオン、アッパーアッパーから1人、さあチャンピオンも回転の速いパンチが出てきました。あーっと右からボディー、左ボディー1人、左打っていきました長谷川北斗チャンピオン、もっと小さく小さく、そうですね、もう少しスピードの、ジャブ、あっと当たり、今左のフック、その中で今みたいなパンチ、はい、打つと、あーっと打ち合いだ、左のストレート入った、グラッときた、グラッときた、効いたぞ効いたぞ、さあチャンピオン、チャンピオンラッシュ、 KO 防衛すれば1年10ヶ月ぶりだ。さあどうだチャンピオン、あの辺の打ち合いですよね、チャンピオンチャンスで、これチャンピオンチャンスです、チャンピオンチャンス、マルドロットもちょっと目のあたりを切りました。それを捕まえるチャンピオン、いい打ち合いですね、いい打ち合い、残り30秒切った、さあチャンピオンロックを背負ってスピードの連打、いやチャンピオン挑戦者も素晴らしい、さあ残り15秒アッパー、チャンピオンのアッパー、もう一回アッパー、アッパー、アッパー、残り10秒切りました、左チャンピオン、左右、左最後の力を振り絞る、試合終了、最後の最後まで打ち合いましたチャンピオン、勝者 WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積、チャンピオン長谷川穂積、打ち合って5度目の防衛に成功。WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第2ラウンドに入りました。お互い頭バッティングに注意しろというレフェリーからの注意がありました。青いボクシングローブの挑戦者のクリスチャン・ファッシオ、まあ、ウルグアイといいますと今右を伸ばしました。サッカーでは強豪ですがアマチュアボクシングもなかなか盛んと聞きました。しかしまだウルグアイからは世界チャンピオンが出ていません。このファッシオにウルグアイ初の世界チャンピオン、この期待がかかっています。まあ、飯田さん、南米といいますとベネズエラ、コロンビア、アルゼンチン、この辺りが3強だと思うんですけれども、はい、
どうですかこのファッションをご覧になって、やっぱりそのファイターですよね、南米中南米の、力強く一発一発打ってくるタイプだと思いますね。さあリングの中央です。ファッションの内側終わりにこの長谷川がパンチを集めていくところです。チャンピオンもこの2ラウンド目から前に出てってますね。あ、そうですか。多分1ラウンドで、当てる感覚分かったんじゃないですかね。おお、なるほど。頭をつけていきますクリスチャンファッション。さあ、はい、チャンピオンの長谷川千代なんですが、まず戻ってきた時に山下トレーナーがどんな感じだと聞いた時に、向きに打ちすぎていると長谷川選手が答えました。で山下トレーナーからは強く打たなくていいから力まずスピードという指示が出ています。やはり飯田さん、力みすぎますとパンチも大振りになりますし、体重も乗らないということがありますからね。そうですね。左のボディ、そして右を伸ばしていきましたクリスチャン・ファッシオ。鈴木さん、はい、そのファッシオ陣営です。おー、ガンロック、左の反発、腰から砕き落ちました。挑戦者のファッシオ、ちょっと目が泳いでいます。ファッシオいきなりガンロックのカウンター、切れ味鋭い左フック。この後は変な追い込みはですね、チャンピオン追い込みですからね。さあ第2ラウンドまで残り1分があります。さあ KO 防衛なるか、3連2ヶ月ぶりの KO 防衛なるか。チャンピオン追い詰めていく、左の内下ろし、いや内終わり、挑戦者の内終わりをそのままかぶせていったって感じですね、はい、左のストレート、左から右、左右左、さあ連打、ちょっとチャレンジャーがひるんでいます。ストレート、パンチの回転が、さあ2ラウンドの KO あるか、前に出ていくスタイルにしたいと話していた。さあ、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 第2ラウンドが入りました。7度目の防衛を迎えました日本のエース、日本人のバンタム級王座連続防衛記録を更新中、今日が7度目の防衛戦です。チャンピオンの長谷川、まあ、類いなるまでのスピード、そしてタイミング抜群のカウンター、あっと右、いいですね、この距離なら当たりますね。当たりますね、入ってきてくれれば当たりますよね。一方の挑戦者はメキシコの2位アレハンドロ・バルデス24歳、メキシコのホープ、細身なんですが21勝のうち15が KO と一発のパンチも秘めています。身長で6センチ、リーチで9センチ差があります。上回る、長谷川上回る恵まれた体格です。離れて戦いたい、離れるとペースが取れるバルです。一方の近づいてそのリーチを殺していきたいのがチャンピオンの長谷川です。鈴木さん、はい、そのチャンピオン陣営ですが、山下会長ですね、ちょっと立ち上がり硬いなというふうに話していますね。もっと軽く軽く、そしてワンツーからアッパーを打っていくという指示ですね。なるほど。そして相手の右のジャブに関してですけれども、そんなに、速くないと長谷川本人が話していました。そうですか、そのあたりは大丈夫ということですね。ファイト原田さん、はい、と立ち上がりが硬いという山下会長の見方が伝わりました。僕は長谷川、あーっと右ロック、はい、鈴木さん、そんなでもないと思いますからね。はい、中田さん、一方挑戦者のバルデスサイドなんですが、インターバルの時も落ち着いた表情、アッパー、左のアッパ ー, ー, ナイスナイス、誰から右、クロー来た、左今聞きましたよ、チャンピオン、左のアッパーが入りました。バルデスグラッとしましたね。さあ距離を取って、そして鈴木さん、モンティエルトレーナーなんですが、この距離感がいいと、この距離感を保つんだという指示を出しています。はい、飯田さん、長谷川チャンピオンの第1ラウンドをご覧になって、その山下会長の硬いという表現、どういうふうに捉えますか。はい、やはりこの長いジャブですよね。アートボディ、左のボディ、いいですね。はい、しかし挑戦者のバルデスの方も平気な顔をしています。アート右、今回は右の練習を多く積んできました。まあ、今までは右構えの選手と対戦することが多かった長谷川です。あーっと左のストレート、左、左、左、ロンドリュッド倒れました。バルデス左のストレートが炸裂した。チャンピオンの長谷川、第2ラウンド、前回の防衛戦も第2ラウンドの KO 防衛でした。2戦連続2ラウンドの KO 防衛なるか、チャンピオンの長谷川、チャンスですね。さあ残り40秒、さあチャンスだ、ね、倒しに行く、左右左右左右左左前へ出る、チャンピオン連打、チャンピオン連打、さあ下に行っているチャンピオン、こんなにですからね、おーナイス、右が空を切った、くっついて接近戦ですね。あーくなってきた、くなってきた、くなってきた、ナイス、さあ連打連打、あー終わりですね、試合終了、長谷川穂積2試合連続テクニカルナックアウト防衛、前回に続いて同じく2ラウンドテクニカルナックアウト、7度目の防衛を果たしました。
強いチャンピオン長谷川。前回と同じく全く顔に傷をつけないでこの防衛戦を終えました。なんという強さか長谷川。見事第2ラウンドレフェリーストップ。第1ラウンドのゴングが鳴りました。 WBC 世界バンタム級のタイトルマッチ、赤いグローブがチャンピオンの長谷川、今日が初めの防衛戦。右のボディ、右のジャブ、お互いがサウスポースタイル。青いグローブが世界ランク1位、南アフリカのブシマリンガです。飯田さん、はい、サウスポー同士の世界戦になりました。一番大切なことは何になるでしょう、長谷川にとって。まずやっぱり距離が違いますからね、はい。サウスポーはいつも右とやっているので、遠い距離になるんですけども、はい、サウスポー同士だといつもより近くなります、はい。そこで、気を抜かず、やっぱりストレートですね、あとは、マリンガの得意とするアッパーをもらわないように、これは大事ですね。長谷川本人は右のリードのパンチ、これがどれぐらい出るかが一つのバロメーターだということも話していました。はい、そうですね。まずリード、前の手のジャブですよね、はい、これがどれだけ当たって距離感をつかめるか、まずこのラウンドお互いがそれをやってると思いますね。今まで右構えの相手に対すると左のストレートが、まあ、ノーモーションで当たるということで、右にあまりこだわりがなかったという長谷川なんですね。あ、はいはいはい、そのあたり、このサウスポー相手に右のジャブ、これが今日の生命線の一つ話しています。いいですね。あ、左へ行った大のストレート、第1ラウンド、ブシマリンガモンドリ打って腰から崩れ落ちました。左のストレート、まだチャンピオンは涼しい表情だ。2試合連続2ラウンドナックアウト防衛の長谷川、首を振りました。さあ1ラウンド防衛なるか。さあボディだ、チャンピオンが出る。チャンピオンになって3年と11ヶ月、これで8度目の防衛戦。2戦連続2ラウンド KO 勝ち、3戦連続 KO 勝ちならば26年ぶりの快挙。足がふらついた、足がふらついた、前へ出る、チャンピオン前へ出る。さあ1ラウンド KO か、1ラウンド KO か。さあ右2人、ダーン、2度目のダーン、チャレンジャー足がふらついている。まだ1分ありますね、長谷川穂積、まだ汗もかいていない。第1ラウンド残り1分、これは行くでしょうね、これは倒しに行くと思いますね。さあ初の1ラウンドノックアウト勝ちか。さあパンチ左、右左、前出る、チャンピオン、チャンピオン強い。さあ左右連打連打連打、アグレッシブ、アグレッシブに前出る、左出てから右前出る。さあ足が振られついているチャレンジャーのブシマリンガ。いやー、飯田さん、しかし素晴らしいラッシュですね。いやー、これはこんな展開になるとは思わなかったですね。まだ第1ラウンド残り30秒、すでに2度のダウンを奪っています。あーだ、左、試合終了、長谷川穂積1ラウンドノックアウト勝ち。3試合連続ノックアウト防衛、26年ぶり3人目の快挙、そして防衛初の成功は日本歴代3位タイ、日本のエース、平成の名チャンピオン長谷川穂積、地元神戸、素晴らしいノックアウト防衛。ただいまの試合1ラウンド2分37秒、1ラウンド2分37秒テクニカルノックアウトにより1ラウンド2分37秒 WBC 3度のダウン、レフェリーストップによるテクニカルノックアウト防衛、長谷川、挑戦者ブシマリンガほとんど何もできませんでした。WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、チャンピオン長谷川穂積、9度目の防衛戦です。チャンピオンになること4年と3ヶ月になりました、赤いグローブの長谷川。今回のテーマは進化、左を伸ばしていきました。過去2戦サウスポー対策用に練習した右を使った多彩な攻めを見せたいと言っていました。狙わずに KO を狙いたい。飯田さん、このあたりのコメントがチャンピオンらしいですね、はい、そうですね。まあ、最初はチャレンジャーの方がプレッシャーをかけていくと思ったら、もうチャンピオンの方がもうプレッシャーかけてロープに追ってますね。セコンドからもどんどん前に行けという指示が飛んでいます。左から右に大きく振っていきました。アッパーを見せていくネストール・ロチャ、バンタム級の4位です。ロチャはメキシコ生まれ、アメリカ育ちの26歳、プロ23戦目で世界初挑戦です。硬いディフェンスを軸に右のカウンターが持ち味、ボクシング、あとは見たっけ、崩すのは難しいだろうというロチャですが、飯田さんどうでしょう。いや、ロチャも合わせてパンチを打ってきているので、はい、チャンピオンが打ちに行ったところに相打ち、力強いパンチ打ってますよ、危ないですよ。ロチャの方も前半はアグレッシブにどんどん出ていきたいという話をしていきました。一方長谷川は出てきてくれる方がやりやすい、そう話しています。
長谷川3連続 KO 防衛、2ラウンド、2ラウンド、1ラウンド、挑戦者にほとんどこの3試合何もやらせていません。あ、パンチを見切っています。いいですね、チャンピオン。右の使い方一つとポイントに挙げていました。右で相手との距離を取ります長谷川。ちょっと測っているような感じですね、チャンピオンはね。そうですね、まあ、チャレンジャーが狙っているから今、まあ、ちょっと、まあ、深追いしないところでいるところですね。前回の防衛戦とはちょっと違いますものね、チャンピオンの出方が。そうですね、より入り方は慎重です。今回も過酷な12キロの減量の上このリングに登っています。左おっと、ネストールロチャもちょっとにやりとしました。ちょっと、ああ、右ロックだ。1ラウンド右ロック、1ラウンド、またも1ラウンド KO 防衛か。さあ立ち上がるかロチャ、ロチャ立ち上がれるか。さあ試合再開、まだ時間はあります、残り50秒。2試合連続の1ラウンド防衛か。さあ2度目のダウン、2度目のダウン、顔をしかめました。聞いてますよ、チャンピオン。まだ息一つ乱れていません。チャレンジは効いてますね。2試合連続の1ラウンド KO 防衛か。あー違う、あー試合終了。チャンピオン長谷川穂積、4試合連続のテクニカルナックアウト防衛。実に日本人の世界チャンピオンとしては30年ぶりの快挙。そして通算連続9度の防衛は日本歴代2位タイ。なんと強い、強いという言葉しか表現できません、チャンピオン長谷川。第4ラウンドが始まりました。 WBC ではこの4ラウンドが終わった後に採点を公開します。ちょっと井田さん、この採点のどう出るかがちょっと注目されますね。そうですね。あ、左を伸ばしていきました挑戦者。長谷川チャンピオンよりも挑戦者、このペレスの方が射程距離が長いんですよね。なるほど、そこは注意したいですね。この距離はどちらですか。この距離はペレスの方が先に当たる距離ですね。で今、まあ、あの長谷川チャンピオンの方がジャブを伸ばして右の突き合いです。ちょうど今距離を合わせているところですね、はい、あ、この左のボディストレートも届きません。一方のペレスの方パンチが届いてきます。まあ、ただあの長谷川の右のまっすぐ届きますからね、はい、あれを出していると自分のタイミングがつかみやすくなりますから、そして右をね、ペレスの方が打ちにくくなりますからね。テレビをご覧の方々も長谷川の右がどれくらい出ているかがこのバラメーターになります。今右です、この右です。これでいいんですよ。今の右まっすぐ打ってると相手の出花出花、これで止まっちまいますからね、はい、あと左のストレートを伸ばしていきました。飯田さん、この長谷川の強さというのはなかなか今まで語る時間がありませんでしたが、はい、まず左ストレートというのはどれぐらいの凄さがあるでしょうか。あと後ろになった、左、これは空を切りました、まあ、完全にもうバンタム級の中ではもう破格だと思いますね、一発のパンチで倒す。あ、あ、ちょっと切りましたか、挑戦者右の眉尻のあたりを切ったようです。あ、結構流れてますね、流れてますね、ちょっと目に入ってる感じですね。偶然のバッティングの場合で試合が、あっと右入りました。今のタイミングももう少し深く当たってればダウン取れますからね。取れますね、はい、5ラウンドのゴングが鳴るまではドロー、王者の防衛になります。それ偶然、あ、左、今左がヒットしました挑戦者。ラーズに決めました、ナイスカウント。タイミングは完全につけましたよ。第4ラウンドです。さあこの後の公開採点、どのように3人のジャッジは評するんでしょうか。まあ、チャンピオンのやっとちょっとこう力みが取れて、取れてきましたか、スピードが乗ってきましたね、はい、いつもの回転力、出てきましたね。経験ジムの日本フェザー級チャンピオンの松田直樹はこの長谷川とスパーリングをしたことがありますが、長谷川のパンチは見えない、気がついたら打たれている、そういう風な言い方をしていました。スピードなんですよね、でまた松田はあの現チャンピオンの西岡はパンチ力、そして前世界チャンピオンの青は抜群のカウンターセンス。聞いた聞いた聞いてました、聞いましたか、聞いてます、聞いてます。さあここから畳みかかった、左のストレート、立てないか挑戦者、立てない立てない立てない、試合終了。第4ラウンド KO 防衛、これで5試合連続の長谷川穂積ナックアウト防衛。いやー、やりにくい相手、これだけ30年ぶり具志堅さんに続いて2人目、見事な左ストレートからの畳みかけ。これだけ捕まえにくい相手、本当に捕まえましたね。素晴らしいパンチを見せました長谷川。ワールド記念ゴール、ホズミコールがやみません。ケリーも世界戦は19試合目ということでベテランですからね、キャリーあります。いや、私はこの選手10年前から見てますけどね、はい、
危険を承知で打ってくる打っていく選手なんですね、ただやっぱり今日は相手が長谷川ということで慎重になっているところありますね、はい、あと大きく左を振っていきました長谷川です。飯田さん、何かこう誘っている部分ありませんか、長谷川チャンピオン。いや、誘っているのもありますけど、お互いがもうこれでもかこれでもかという誘いの左です、ことですね、左ボディーから右、日本武道館が沸きました。長谷川はちょっと笑みを浮かべました。当たってはいませんけど、この姿勢はいいですよ。はい、モンテレを右で誘うような仕草、なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。第1ラウンド終了です。左ストレート、シュート、ナイスワンツー。間合いを図っています、チャンピオン同士。フェイントで中に入っていくモンティエル、顔がやや好調しています。長谷川のが引きも早いですからね。引き早いですよね。バックステップ左、いいですよ今日、本当に足がいいですね。動いてますね。長谷川の足がいいですね。コンディションは最高ですね。ですね。今日は世界最高レベルの駆け引きを見てもらいたいというこの長谷川です。強い相手と野党が楽しいというこの長谷川。飯田さん、しかしリスクは高いですもんね。ですね、まあ、状態が柔らかいんで今は下を狙っていってボディに当てましたね、長谷川チャンピオン。アッパーをかわしていきました。左にアッパーをかわしました。チャンピオン見切っています。第3ラウンド終了。 WBC ルールでは第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばしていきました。ペースはですね、長谷川ペースに向いてますよね。そうですか、はい。先に行っているのがチャンピオンの長谷川です。完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左のフック、残り10秒です。第4ラウンド、左のフック、しますからね、はい。第7ラウンド残り1分です。あーっと、ちょっと足がぶらついた。さあブルコスが来る、右左左左左危ない、アッパー、ブルコスアッパー、動け長谷川、長谷川動け、さあ長谷川を打ち返す。いい V 字になってますね。ナイスハンダー、ナイスハンダー、もっとガード決めればいいんですから。さあ打ち合いだ、打ち合う場合はガード決めればいいんですから。リング中央、長谷川チャンピオン、残り10秒。勝者 WBC 世界フェザー級新チャンピオン長谷川。よっしゃー。そうですね、そうするとですね、やっぱりいいの食ったっていう感覚は長谷川にはあるわけですよね。なるほど。余計に足を止めて強く打ちたいと、一発で、返しておきたいという気持ちがあるんですね、はい。まあ、まだまだ前半なんでですね、ワンポイントずつ確実に取っていけばいいんですから。まだフェザーの体にはなっていないということを言っていた長谷川です。まだスーパーバンタムぐらいですかねという話でした。一方のジョニー・ゴンサレスの方はもともと体格が大きく、フェザー級では7、あーっと右長谷川ダウン、長谷川効いている、腰から崩れ落ちました。10年ぶりのダウンです、10年ぶりのダウン。試合終了、長谷川敗れました。ちょっと勝負を急ぎすぎましたね。挑戦者ジョニー・ゴンサレス、第4ラウンド右のロングフック、腰から崩れ落ちました、チャンピオンの長谷川。相手が右左、ありがとう、まあ、ちょっとグラッときた、膝が折れた。さあチャンス、チャンス、長谷川チャンス、ああ、ね、さあ連打、スピードある連打、1秒間に10発の連打。さあ連打、左右左右左右、フェリックスも打ち返す、フェリックスもタフ、ああ車輪、すごい連打、ああ、ただ少しから崩れ落ちました。まあ
今のダウンだけじゃなくて今までも打たれましたからね。さあ8カウント、うん、まだ1本ありますね。まだ1本ありますよ。さあフィニッシュはどうだ長谷川。さあ左右、あおっと左打ち返すフェニックス、うん、もう左から右フェニックスはある意味捨て身ですよね。捨て身ですねフェニックス、うん、ただ長谷川もあもうフラフラですフェニックス。右のガードは低くなってますよ、うん、左左あーちょっともうグロッキー状態フェニックス、うん、左のドリー誘って右左か右のフック左右長谷川の振りが多くなってますね。左左あー試合ストップ。テクニカルノックアウト勝ち。軽く左手を上げました長谷川穂積。一戦ぶりの再起戦第7ラウンドテクニカルノックアウトで勝利を収めました。今もサントスも左フックコンビネーションの中で2発とかを出してくるんで、はい、1発終わってもまだもう1回左フックコンビネーションの中で出てきますからね、長谷川の左です。サントスの顔面を捉えました。長谷川の左。さあここは打ち合いになった、打ち合いになった。アッパからミドルフック、素晴らしい回転を見せている長谷川です。いやこの辺りはサントスも飯田さんさすがですね。そうですね、この距離サントス得意な距離にまたさあこの距離はサントス、ね、さあ打ってくる、振ってくる、フックを振ってきます。左フック、長谷川のパンチを返す。左右のアッパー、左ストレート。さあ足を止めている長谷川です。ボディー、右のボディーです。右のフック、アッパー。さあ回転力、長谷川のこれが長谷川のこの連打です。ボディーボディー、そして顔面へ左のストレート。さあ会場が沸きました。会場からは大きな拍手。効いている効いている、長谷川の左が当たりました。効いている、サントスが効いている、左が当たりました。効いてますね、サントス効きましたね。さあサントスが効いた。このアルクロサントスはキャリアの中で KO 負けは一度もありません。そのサントスが効いている。ボディへ、第9ラウンドが終了です。さあロープを背負って右のフック、連打を見せました。さあガードの上から細かいパンチ、右のフックを返したのはサントス。大きな右のフック長谷川です。残り時間15秒を切りました。ボディーディレック、長谷川の左です。さあ残り時間10秒を切った。さあ長谷川が打ち合いに行った。さあ距離を縮めていく、左フック、距離を詰めた、左のストレート。ここで試合終了です。2戦目3対0きっちりと勝利をものにしました。で今みたいに避ければそのまま長谷川ちゃんと、あの選手のパンチ当たりますから、はい、今度は踏み込んだ、右から踏み込んで左左効いたか、足が持たれた。さあ長谷川一気に行く、長谷川一気に行くか、接近戦の左からチャンスを掴んで一気にダウンを取りました長谷川穂積。第3ラウンドの後半です。さあ一気に仕留めるか長谷川、ここから左左を出す、左の連打、左で左決まった。2度目のダウン、2度目のダウンです。すぐ立ち上がりましたウィラポン。さあカウントが続く、2度目のダウンを取りました。さあまだ30秒あります。試合を終わると身を出してきたウィラポンの2、長谷川の左、長谷川左、打ち合いになる、激しい打ち合いになった。懸命のピンチ、懸命のピンチです。ウィラポンまだ時間はあります。さあ試合を終わらせるか長谷川穂積、すでに2度ダウンを奪っています。決めるか長谷川、左左左、試合終了です。鮮やかな連打。対戦相手は26歳のメキシコのハードパンチャーヘナロ・カマルドです。まあこの選手は叩き上げの選手 で、ある意味打ち合いに慣れてる選手なんですよね。42勝34 KO というハードパンチャーですね、まあ、確かに負けもありますけどね、ほとんどが打ち合ってる試合ばっかりですからね。そうですね、ですからプロ57戦の豊富なキャリアがありますカマルゴです。そういう選手に対して打たさずに打つ、はい、さあこれが一つの長谷川のやり方ですね。左のストレート、力いっぱい放り込んできました左のストレート、左ストレート。まあ足の動きがいいですね。いいですか、しっかりと入る、そして相手が打ってきたら出るというふうな、はい、あ踏み込み、そして、バックステップいいですよ、はい、なかなか世界戦が決まらずしんどい2年以上の日々を過ごしました。ナイス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 ナ
にボディ打っといて、カマルの右膝をついた、長谷川はボディ見たまんま顔面行きましたね。さあ1ラウンド KO のチャンスだ。セコンド陣もちらっと見ました。まだ1分あります。さあ左左、さあどうだ、まあ、慌てる必要はないですよ、はい、振りを小さく早く相手の急所に入れることですね。そうですね、スーパーバンテムでの3階級制覇が自分のボクシング人生の集大成、そう話した長谷川穂積。その世界タイトルマッチをもう幕前に控えています。最後の世界前哨戦、打ち合いの好きな左左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 左。今回はバンタムとフェザーの間 55.3kg のスーパーバンタム級減量期間。おっと、ナイス左入った、ナイスカウンター入った。さあ打ち合いになった、打ち合いになった、サイドに出る右、ちょっと腰が落ちたか長谷川。さあ危ないぞ、あーっとちょっとグラッと来た、グラッと来た。さあここはクリンチに入れる、クリンチに入れる、おっとダウンか、ダウンです、ダウンを取られました。ちょっと足が踊っています、チャレンジャーの長谷川効きましたね。さあ大阪城ホールからは大きな勇気を送る声援が送られています。さあ第2ラウンド、まだちょっと足がふらついている、3回9戦の長谷川、ね、さあ逃げられるか長谷川、動けるんだったら動けばいいですよ。さあ体を使っている、足を使っている、あーちょっと足が突っ張っている、まさかこの間あーっと一緒にパンチを浴びせてきました。今みたいな軽いパンチでも影響あるんですよ。あーっとアッパーです、チャンピオンのアッパー出ること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 、長谷川危ない。さあロープを背負って、そうそうそう、体を入れ替えた、出ればいいです、出ればいいです。残り1分を切っています。長谷川選手も血が目に入っていると思うんですよね。あそうです、見にくい、視界が悪いんで、もう打つんだったらやっぱりもうしっかりと打ち合ってもいいですけども、はい、右相手の左フックですね、右のガードだけは注意したいですね。左から右から左、右のフック、まあ、頑張りどころ第7ラウンドですね。足がなかなか動かないんで、もうしっかりと足に力入れて、腰を低くして前に出ることですね。そこでボディ打てばいいんですよ。この3階級制覇の挑戦は究極の自己満足のため、強い自分を再確認したいと話した長谷川ですが、さあロープを背負うか、そうですそうです。さあチャンピオンも前に出る、チャンピオンの頭もぶつかりますね。そうですね、左左から右、左のボディ、まず左、あーっと左カウンター、あー手をついてしまった、ダウン、左のカウンター。やっぱり振りが大きくなっているところですからね。大阪城ホールのファンが長谷川に勇気を送る。さあさあ試合再開、長谷川密着するね、いや密着、ここ密着密着、長谷川アーダン、試合終了、同時にタオルが投げ込まれました。相手の右ストレートが遠い位置にいる、これがセオリーです。今のパンチです、左のフック、左のフック、左のボディを伸ばしていきました長谷川。左のフック、右左、さあ連打連打連打、右を返していきます、ラジオガルシア、素晴らしい立ち上がりですね長谷川、ね、長谷川ちょっと今日いい動きできてますよ ね、 いいですね。気をつけなければいけないのはビッグパンチをもらうことです。ですね、第1ラウンド長谷川素晴らしい動きを見せました。いいですよ、1年前 IBF の3回級制覇を狙ったリング、心と体の準備は完全にできていたが、あと左左左の連打、リングに上がってから勝とうという気持ちがちょっと足りなかった、これが悔いが残る、そう話していた長谷川です。今日はその思いの部分どうですか。いや、いいんじゃないですか。あー、ちょっと体が後ろに触れました長谷川。左のリードからトラシアのプレッシャー、左のストレート、左のボディ、ナイスボディ、いや長谷川の動き、足の動きですよね、はい、すごく、うまく使えてるんで、ガルシアの方はこういいのを当てたいんですけども、その時にはいないという状態になってますよ ね、 ね、そしてあのコンビネーションも出てますね長谷川 ね、 ね、このように右に右に回っていけばいいんですね。そうですね、セコンドのフォアもよく聞こえているようです。長谷川穂積第6ラウンド残り45秒です。長谷川の方がガルシアの外に前足を置いて、なるほど、その後ですね、この後ろからは、はい、左のアッパーフックなど使い続けられますよね。あ、左のフック入った、長谷川左のボディ、左左左左のショート、左左が当たっている長谷川、左から右左、連打
ガルシアも疲れている。左右のフック、長谷川右から左、ちょっとグラッときたか、オラシオ・ガルシア左入った、左入った。さあ残り10秒、ちょっとガルシア勢い止まりましたよ、大きいですよガルシア。さあ長谷川、最後は左か右か、左、最後のパンチは左。試合終了。15年6ヶ月、39戦目、見事にボクシング人生をこの試合、2つの拳で語りました、長谷川穂積です。序盤から長谷川選手のこの仕上がりの良さ感じますね。ディフェンスがテーマというところだったんですが、ここでだいぶその交差、はい、あー、強い！よろめいたか、よろめいたか、どうだ、一気に長谷川です。いやー、今も力強い左のフックが当たりました。ちょっと距離が縮まると、ルイスどんどん多分力を発揮するんで、なるほど、この距離だから今、長谷川のボクシングがずっと貫けていると、いやーっとー、右一発ということで、立ち上がれるか、立ち上がりました、40戦目。いやパンチありますよ、耐えられるか、残り時間10秒、第3ラウンド、ここ入ってくると先ほどからあの左ですよね。ですね、佐藤さん、はい、ルイス陣営ね、指示はね、あの右をとにかく打ち込んでいけ、これは変わってませんね。あ、そうです、右で崩れた長谷川穂積、負けたら終わり、その覚悟は今日のリングにはあります。40戦目、さあどうだ、神戸の声援が長谷川を後押しする。まず右を出した長谷川、いやー、ただ長谷川も前に出てきます、気持ちです、負けたくないという気持ちはこの試合を強く持っている、気持ちが戻ってきている、そう話している長谷川。距離が縮まります。15秒第8ラウンドです。フェイトラッシュに顔面捉えました、長谷川の左が顔面を捉えた。いやー、本当に技術戦、もうパンチの交換、レベル高いですね。かわしている、かわしている、場内が沸きます。というこのパンチですが、際どいところで長谷川、まだ見えている、見えている長谷川。いやー、ラストラウンド長谷川の方が出るとは思わなかったですけども、さあいった、ま、ルイスが下がりますね。さあ長谷川が前に出る、前に出る、これが2階級王者の意地、プロ40戦目最終章のリング、もう一度左、ラッシュを見せる長谷川です。ルイスボディ効いてるんですかね、見えちゃってますね、はい、さあ残り10秒、右を伸ばして、同じような感じで、もう本当は僅差ですけれども、その2回のダウン、それ以外のところで、ポイントを拾っていってましたからね、しっかりと、はい、とにかくあのウーゴルイスの左フック、これは要注意ですよ。左、長谷川の左、今左一人ではまっすぐ、そして今みたいに大きく振る左中、はい、角度変えるってことはいいことですね。今も頭を下げるような形で左を出していきました。まあそうですね、相手からすると左はまっすぐ来るもんだと思ってますからね。はい、瀬川陣営なんですが、まさに今浜田さんからお話ありました、その足を、あっと左、左のボディ、長谷川の踏み込んでの左のボディです。左ストレート、ああ踏み込んでの左左ストレート、いいですよ長谷川の左、
まだ浅いですけど、はい、もう少し深く入るの持っていいですからね。そしてチャンピオンの出血がひどくなってきました。長谷川について、長谷川は特別な何かを持っている偉大なるチャンピオン、その長谷川に勝つことが意味があると、そう話していました。ウゴルイス今の右の開始、まあ、今あ左ストレート、さあ勝負をかけるか、左ストレート勝負をかけていきました。長谷川本部です。やはり突っ込んでいくと、あのウーゴルイスのパンチが飛んでくるということになります。まあ、そうですね、体流さないということですね。まあ、打った後すぐ動くという、あと、やっと今の左やっぱ、ウーゴルイスの左やっぱ、あれが得意とするパンチですね。ウーゴルイスの左が来た、一回動けばいいですから、はい、さあ、長谷川、効いているか、効いているか、まあ、今、いいパンチです、はい、一回動けばいいですから、ウーゴルイスが来た、チャンピオンが来た、ロープ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 を背負った、打ち合いになった、左がストレート、ロープ決まらない。長谷川のパンチが当たっている、長谷川が打ち合った、ね、長谷川が打ち合った、チャンピオンが引いた、チャンピオンが引いた、打ち合うんだったらこのリング中央でやることですね。チャンピオンが一歩引きました。いや、試合に長谷川が勝ちましたね。ある意味勝負どころだったですね、もっと来いと挑戦者の長谷川。いや、今のロープ際での攻防は大きいですよ。どうでしょうか、皆さん、チャンピオンも聞いてますか。聞いてますね、長谷川右の返し狙った時に長谷川の左、右の返し当たりますよ長谷川、はい、今のロープ際でやっぱり長谷川打ち勝った、相手が取れなかったっていうのは大きいですね、今の打ち合いに勝ったのは浜田さん、長谷川ですよね。大きいですね。だからチャンピオンある意味向こう勝負 しましたからね、そこでやっぱりチャンピオン取れなかった、止めたっていうのは大きいですよ、はい、まずはチャンピオンの左アッパーが当たって長谷川がガッツときたんですが、あれいいパンチですね、ただ打ち合いになった後は長谷川がチャンピオンを上回っていました。最後はチャンピオンが一歩引きました。まあ完全にチャンピオンの突進飛びましたからね。長谷川の気持ちが出ています。第9ラウンド一つ山場がありました。まずはウーゴルイスが左のアッパー、長谷川がガクッときたんですが、この後のこの打ち合いですよね。ここで長谷川負けなかった、これは強いですよ、はい、最後は大きいですね、はい、打ち合いに勝ってチャンピオンのウーゴルイスが後ずさりしたと、これ大きいですね。打ち合いに勝った長谷川穂積です。チャンピオンからするとある意味一つの大きな勝負しましたからね、そこで打ち勝てなかったということで、突進が止められたということですからね。さあ残すラウンドは3つ、第10ラウンドですが、おっ、シェホーと長谷川勝った、長谷川やっぱり強かった。ボクシングの神様はもう一度長谷川に微笑みました。おめでとう長谷川穂積、悲願の3階級制覇達成です。よく勝ちましたね長谷川、勝ちました。